線路設備モニタリング装置線路、設備モニタリング装置は JR 東日本の通勤用電車に導入されており、軌道材料モニタリング装置と軌道変異検測装置で構成されて、あらかじめ営業用電車に設置して、営業運転と同時に線路状態を確認できる装置である。取り付け作業等に関しては、車両製造も手掛けてる総合車両製作所が言った。 また、2023年以降に製造される新幹線車両にも搭載される予定。すでに一部車両には搭載済み。線路設備モニタリング装置の本格導入について、東日本旅客鉄道。2020年4月15日閲覧。線路設備モニタリングの第21回国土技術開発賞受賞について、東日本旅客鉄道。 2020年4月22日閲覧。線路設備モニタリング装置取り付け改造の取り組み。総合車両製作所。2020年4月30日閲覧。ABC、線路設備モニタリング装置 JR 東日本仙台支社について、JR 東日本仙台支社。2020年4月22日閲覧。ありがとうございます。